今日はこれ食べる。東洋水産、まるちゃん、デカ丸、バリシャキ、もやし味噌ラーメン。突然だが諸君は琵琶湖君は知っているだろうか。先日再販されたヒカキンさんのカップ麺、味噌菌を普通だと紹介し、麺はそんなに美味しくない、スープは美味しいと思う、もやしが入ってんのはいいと思う、そうやったらいつも食べてるやつとそんな変わらんかもしれん、ちょっと麺が残念やな。よし、それなら琵琶湖君が美味しいと言ってるでたまる、もやし味噌と勝負や。俺琵琶湖君知らん、かなり味噌菌の麺ディスってたからな。商品紹介。今回のカップ麺はデカ丸バリシャキもやし味噌ラーメン。1989年から30年以上続く伝統のカップ麺、スーパーカップ 1.5 倍に続く、もう引き返せないってことで字面を変えて独自のポジション築いたカップ麺である。実食。味噌と麺ともやし、それはもう極楽といったものである。しかしこの組み合わせについて文句はないが、まだ一方の余地があると思うのは私だけだろうか。というのも世間で普及しているこのカップ麺はカップ麺ライズされてない本当のお店の味がしちゃってるんですよね。カップ麺の法則である油揚げ麺にスナック菓子感、ジャンク感が薄いのである。そういう観点からするとむしろそういった味噌菌の方が相性がいいのではと思わなくもない。でもね、味噌菌は転売ヤーから買うまでもない。デカ丸、これうまいんよ。